大海から神野岳の砦に続く古道があるんだ。だけど猛虎に陣取られてる。チラスにも味方が欲しいね。佐護山に狩人の集団がいる。頭は武志。友なのか。違う。だけど手を貸してくれる。弓の腕はかなりのもんだよ。一人で会ってきて。私は志村の城を抜けて大海に行ってくる。皆と共に南を攻めろ。俺は狩人を連れ北から攻め入ろう。うまくいくかな。ああ。抜かるでないぞ。あんたも。Cinta.
そこのお方、温まってってくれ。お主たけしか。名前もご存知か。酒井仁、ユナの友だ。あいつの生きてんのか。大見えの道が固められた。俺一人では道を開けん。手を貸してほしい。どうしたもんかね。狩りの名手だと聞いたぞ。この地の狩人の頭だそうだな。ユナがそう言ったのか。戦に慣れておるともな。違うのか。慣れてはいる。だが訳もなく命を懸けられないな。この冬は寒くなる。山の中で凍えながら過ごすより砦で暮らしたいだろう。春までいていいなら乗った。決まりだな。獅子を狩るのとは訳が違う。まずは様子を探る。猛虎の射手が門を守り、絶え間なく騎兵が往来してる。我らが北から攻めれば、ユナたちが南から乗り込む手はずだ。ユナも一緒か。なるほど。砦は崖際にあるな。登って入れそうだ。砦に材木を送る木こりの宿営だな。猛虎が現れてからはもぬけの殻だ。崖登りの腕は増えてではない。木こりの宿営に向かおう。サカイさん、こっちだ。ようやくここまで登れたぞ。ノロノロしてると猛虎に蹴取られそうだ。そこから離れろ。すぐに行く。ユナ飲みました。ユナのやつ、変わった友ができた。策を練るぞ。ここから砦の中が見える。山際から砦を見渡せそうだな。敵も狙い撃てる。あそこに射手の多くを置こう。屋根の上から場をかき乱せるな。ユナが言いそうだ。いろいろと教わった。お前ら続け。他の者は崖へ向かえ。俺に気づいた敵を仕留めてくれ。よし、分かった。気をつけろ。
獣者がすることだ。それが猛虎だ。キコリは抗ったのだろうな。一人残らず殺してやろう。騎兵が来るぞ。ここなら挟み撃ちにできる。隠れろ。聞こえただろ。散れ。合図したら矢を射ろ。今だ。殺してやれ。志村様が遠兵を募り軍を作ったとき、なぜあんたが率いる。志村殿には志村殿の策が終わりだからだ。ということはこの砦あんたのものじゃないのか。志村殿には城がある。春までここをお使いにはなるまい。それまでに去ればいいんだな。南門から聞こえた。様子を見てみよう。ついてこい。まさかあいつが。向こうに行かねば。橋の様子を見るぞ。兵は南門に集められてる。今しかないぞ。橋を抜けられたとしても火槍の良い的になるな。鍵縄とやらで橋を下から渡って火槍を奪えないか。
火にかければ向こう側に渡れる。登れそうな崖もあるな。見つかったら俺らが射抜いてやる。足を攻めようが攻めまいが、危うきことに変わりはない。俺らは指揮に従うよ。では備えておけ。戦士も一緒だ。少しもないわ。まあ今のところはな。無事です、酒井様。こんなに寒いだなんて聞いてませんよ。いずれ慣れるさ。城郭に迎えるよう武具を整えておけ。お主、たけしと何があった？ずっと前のことさ。あやつらただの狩人ではなかろう。そうとも言うかもね。砦で道を守るよう頼んだが、
ようやく猛虎から逃れた民を襲うような賊であっては困る。悪さをすれば私が許さない。たけしはお主に会いたがっておったぞ。もう会った。早く立とう。では城郭へ向かおう。そこで最後の策を練る。やっとハーンを殺せるんだね。